安倍総理、武器輸出三原則の見直しを進める方針。 安倍総理は今日午前の参院本会議の代表質問で、武器輸出三原則の見直しを進める方針を示しました。安倍総理は、移転を禁止する場合の明確化、それから移転を認める場合の限定や厳格な審査、そして目的外使用や第三国への移転についての適正管理の確保に留意するとの指針を示した上で、十分な検討調査を行い、具体的に見直しを進めていくと述べております。うん このいわゆる武器輸出三原則の見直しっていうのは、はい、僕は記者時代から長年、まあ、ささやかに提案してきたことなんで、うん、ようやくそれをまともに、うん、国会の場で示す総理が出てきたなと思うんですが、はい、まず例によって、日本政治の言葉のごまかしがあって、武器輸出三原則って、子供が普通に聞いたら、これどう思うと思いますうん、まあ、どうっていうかね、輸出していいみたいな。そそうそうやっぱさすがこうちゃんでね 普,いや普通、武器輸出三原則って日本語を聞いたら、あ、日本は諸外国と同じように武器輸出してるんですね。その時に三原則はあるんですねと、と、ね。例えば昔だったら共産主義国に売ったりしませんと。うんうん、ところが全然実態違ってて、武器禁輸。うん、はい。で、三原則って金融んしちゃってんだから、うん、ほ,ほとんど意味がなくて、はいはい、武器禁輸、三つの言い訳みたいなね。<ー>実は。 それで、えー、しかも、金融って言いながら、アメリカ様には、あはい、まあ、いいんだべみたいな話もあってですね。<laughs> はい。そのはっきり言って、わけわからんだの原則だったわけであって、で、こういう言葉のお遊びを政治がやることも含めてですね、そもそも、なぜ一度戦争に負けたら、あ外国に武器を輸出しちゃいけないのかっていうことをね、考えなきゃいけない。で、僕も、中学、高校、さらには、僕は勝手に慶応と早稲は両方学校行ったわけですけど、まあ、慶応中退ですけどね。はい あの、死の承認って言葉をですね、<ー>散々教わったわけですよ。はい、いつも言ってるんですが、僕は日教層の先生に会ったことはないんですよ。うあの、生徒、学生時代。日教層の先生に会ったのは、政治部の労働担当になったときに、日教層の全国委員長に初めて、一対一向かえ合ったときに、日教層ってこういう顔なさってるんですかって言って、<laughs> ああ、そうですよって当時の委員長が怒ってた。<laughs> ね、<laughs> 怒って何言ってるかというと、日教層の先生だけを悪者にしてもダメ。ええ、そうじゃなくて、例えば中高、僕はキリスト教,教育だったんです,ですけれども、母方がキリスト教なんで。うんはい その中で死の承認はいけませんね。日本はそういうことしない。清らかな国なんですって教わったんですが。あれで、僕、子供心におかしいと思ったんですが、外国に売ってないけど、でも日本では、その三菱とかいう大きな会社、まあ、具体的な三菱重工、三菱、えー、電機、本当は電気も自動車も三菱グループは基本的に防衛産業なんですよね。国内に売ってるんですよね。はい、これ本当に僕、小学校5年で自衛隊の基地をあの見学に学校で行ったときに、これってあの、 武器売ってないんだから、国が作ってるんですかって。当時、うん、当時の自衛隊に聞いたら、うん、いや、これはね、僕ちゃんね、ほら、ここにスリーダイヤのマーク入ってるでしょ三菱で会社が作ったのって教わってですね。僕はその場で聞いたんですよ、先生にも自衛官にも。はい、あれ、武器売っちゃいけないんじゃないですかって。<laughs> うん、言ったら、あの、先生は口ごもり。うん、まあ自衛官の方々は、はい、いや、いや、これは要するに海外に売っちゃいけないんだと。うん、それで、後で先生が、いや、市の承認はいけないからって言うから、 それおかしいなぁとな、もうそれじゃ聞かなかったんですよ。<laughs> <え>意外かもしれませんが、あんま生意気な子供じゃなかったんで、おかしいな。なんで国内で売ったら死の商人じゃなくて、国外に売ったら死の商人なのかなと。それで実際に死の商人に、後に会いました。後にっていうのはもちろん大人になって、社会人になって、中東を歩いてたら、あ例えばドバイとか、はい、ドーハとか、アブダービーっていうね、はい、この辺りで死の商人にどっち どっちゃり会いまして<ー>彼らはもう自慢するわけですよ、僕と飯食いながら。何自慢するかというと、そのアフリカに入っていって、はい、負けてる部族に。 武器をただでやるんだよお前ってこれ原文英語ですけどね、うん、そしたらその武器で勝つだろ勝ったら負けた側が今まで政権持ってた側が持っていい武器って言うんだよ、うん、だからもうそうやってそのどん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 ステップ上がっていって売れて売れてしょうがないんだよって話を自慢しててあこれが死の商人だと、うん、それ全然日本で言ってる話と違うじゃないかと、うん、で実は武器輸出っていうのはなぜやらないといけないかというと、はい、まず私たちは今その海外に出しちゃいけないってことになってるからたっ 高い高い武器を税金で買わされてるわけですよ。三菱グループをはじめとして。うん、え僕は三菱総研にいましたから、そのからくりはっきり分かってます。うん、遠慮するところは何もないので、そのまま言いますと、これからくりなんですよ。ああ高くても文化出ないようになってるわけですよ。輸出してないんだからしょうがないだろう。っていうね。まあ比較ができない。はい。ところがドーンという儲けが国内だけで売ってるために生まれるわけだし。 だから本当は、外に出さなきゃいけないのはですね、はい、中国がなぜアジアにただ同然で、例えば武器を売ったりするかというと、結局中国製の武器体系で、アジア諸国がみんな軍備をするから、はいうん、いざ何かあった時に中国は手の内全部わかってるわけですよ。はい でアジア諸国でいうと、実はベトナムとイン,インドネシアだけが、いくら安くても中国製の武器を買わなかったのに、割と最近、ついにインドネシアが膝をくっいて、中国製の武器を入れるようになって、アジアの主要国の中で中国製の武器を削らしてるのはベトナムだけなんですよ。あ、他みんな、ね、もう全部中国製の武器です<ー>だから全部その、China、チャイナ、チャイニーズウェポンで埋め尽くされてるわけです、はい、これが本当の戦略でやってるわけで、そのベトナムとしては、 中国と長年迎え合ってきたベトナムとしては、日本製の武器が当然欲しいんですよ。うそうでしょうだから、死の承認をやる、戦争を拡大するんじゃなくて、はい、このまま行くと、中国の力が強くなりすぎて、中国は南シナ海で、今、勝手なことをしてるわけですよ。本当は、戦争に似たようなことも起きてるわけですよ。日本で報道されないけれどうそうじゃなくて、ベトナムが日本の武器をフェアに輸入することができたら、抑止力となって、 戦争が起きないんですよ。うん、だから死の承認って話は、はい、このアジアで言うと1945年までの話で、今で言うとアフリカの話なんで、アジアと違うと。うんうん、だから、その武器出産原則の見直しをやるっていうのは当たり前のことであって、はい、安倍さんが受け入れ化してるからとか、まあ、例によっていろんなことを言う人いるけど、まあ、全然関係ない。何も現場はご存じない。うん、そんなこと言うんだったら、ドゥバイとかアブダウの街を自分で歩いたらどうですかと思います。うん、テレビで発信する人であれば、はい、自腹で行ってください。テレビ局のロケじゃなくて。うん